行こう。人探しの調子はどうですか？チエン殿を見つけた。彼はこれから福派の物資輸送隊に同行して城内に戻り、総合爺さんのところに帰るつもりらしい。チエンは純朴な心の持ち主だ。祖父の影響を受け、軍のために自分も何か力になりたいと考えている。ヒンドウは漂白者殿、そしてヤンヤン殿と道中見聞きしてきたからこそわかる。今この瞬間もすぐ前方にある戦場は、これまでに見たどの光景よりもはるかに過酷な場所だ。この世の全ては戦争によって変えられ、戦争によって苦しんでいる。下の道は森にある、中の道は町にある、上の道は戦にある。養父師匠はそう言っていた。だからチエン殿の思いも理解できる。チエン殿の考えは、予期に加わるために厳しい訓練や試験は必要ない、戦場では共鳴者かどうかの区別は必要ないというもの。しかしヒンドウはチエン殿の言葉にも一理あると感じてしまったので、言葉にて説得することはできない。そこで師匠の教えを思い出した。ヒンドウが何か行うたび、師匠は試練として組手をしてくれたことを。ヒンドウはただかつて師匠が組手を通じて教えを説いたようにチエン殿に伝えてあげたいのだ。なあ漂白者殿、ヒンドウは勝つべきか、それとも負けるべきか。虚にして屈せず、動けばいよいよ居ず、多言なればしばしば窮し、中を守るにはしかず。確かにそうだった。その考えはもっともだが、すぐ見破られてしまった。組手の後、チエンは共鳴者と一般人の差を身で感じ、自分が戦いで役に立つという理想はあくまでも机上の空論だと悟っていた。自分にできることがあったとしても、それは自分に言い聞かせるための暗示に過ぎない。敵を倒すにはまず自分が強くなる必要がある。漂白者殿とヤンヤン殿はまだ用件があると聞いているが、後ほど暇があれば六千茶屋を訪ねてくれると嬉しい。二人に助けられたこと生涯忘れない。